どうも、皆さん、いかがお過ごしでしょうかたけでございます。まあ、一言で言うと死にかけたんですけど <laughs>、一言で <laughs>、一言で言うとちょっと死にかけました。何があったのかっていうのをね、まあ、コミュニティとかショートとか見てる人は、なんとなくわかると思うんですけれども、まあ、ちょっと詳しいことをいろいろ話していこうかなと思います。まず、時は1月13日。 1>, 1月の13日ですね。待って、1月の13日。えー、私は、えー、学校のね、体育の授業でね、ソフトボールしてました。ソフトボール、楽しいね、ソフトボール。で、まあ、ソフトボールしてて、何を、なんでソフトボールでそんなことになっちまったのかっていうとですね、えー、転びました。転んだ。<laughs> わざわざこんなこと書く。 気もももしなないいいんですけれどかソフトボールで転んだわけですよえ。転んだ結果ですね。まあ、その30秒くらい後までは大丈夫だったんだよね。いや、くそ痛かったけど、まだ動けたのよ。で、そっから、あ、これやばいかなって思って、ちょっとみんなに、これやばいわと思って、言って、保健室に向かったんですね。で、保健室、学校のね、学校の保健室に向かって、で、学校の保健室に向かおうとしたんですけど、途中で倒れてしまったと。<laughs> 途中でぶっ倒れました。 もうたどり着けなかった。で、その時偶然ね、先生がいたんですよね。学校の。それ、先生が近くにいて、で、その先生がぶっ倒れてゆく、倒れゆく、キチャンネルを発見し、で、保健室の先生を呼んできてくれたわけですよ。そんで、うちは車椅子でね、あのー、保健室のところにね、あのー、運ばれます。で、保健室ね。で、保健室でね、1時間くらい。1時間もないか。 40、40分くらいかな ?40 分悶絶します。はい、40分悶絶してしまいます。なんでかっていうと、まあ、これ後でわかるんですけど、まあ、悶絶しましたね。で、これ保健室じゃどうしようもないよねっていう。さすがに痛がりすぎてたもん。めちゃくちゃ痛かったし、あの演技ではないです。で、その後救急車が呼ばれるわけですよ。救急車呼ばれて、 で、救急車でね、まあ、まあ、学校からね徒歩で、徒歩でも5分くらいで着くくらいのね、病院に、病院にね、送られるわけですね。このフォントも見づらくね。もうちょっと見づすいやつにしよう。よいしょ。あ、いい、見やすい、見やすいで。で、そのところで、まあ、CT とか ?CT って、なんか、本来は まあ、ガンとかを調べるようなやつらしいんですけれども、とかを調べて、そんで、まあ、採血とかさせられて、そんで分かったのが、うちもね、よくかんない、肥臓っていうね、秘臓じゃない、肥臓っていうね、あの臓器が、えー、出血してました。<laughs> 出血したっていうとあれだけど、き、裂かれてたわ、もう。<laughs> 赤ー、グ、まあ,あグロいです、ちなみに。あの、結構グロいです。あの、閲覧注意をしておきます。あの、タイトルに閲覧注意してますので。で、ひぞってところが、えー、切り裂かれ、裂かれた。出血。出血。出血しちゃってたわけなんですよね。で、結構やばめだったと。で、なんかね、うち医療従事者じゃないからわかんないんだけど、なんか出血の量が 3B とか言われてた。3B ってこれだったのかな待って。 3B ってこれだったのかなわかんないけど。3B みたいなこと言ってた。うちの空耳かもしんないけど。まあそれが結構ヤバめだったらしくて。で、もうその病院じゃどうしようもないと。無理。お手上げ状態ってことで、まあちょっと別のデカデカ病院に、デカデカ、デカデカ病院にね、送られるわけですね。デカデカ病院に。で、そっからまあ即入院ですよ。で、点滴と、まあ、点滴と採血をさせられ、 もう両手に点滴刺さってたからね。両手に点滴刺さってたのにさ、片方すぐ使わなくなっちゃったもん。<laughs> うちが点滴で痛んだ理由みたいな。悶絶した理由、うち注射大嫌いで、ワンクチンもね、0回の民なんですけど、注射が嫌いすぎて。それでもね、もう、このね、入院した時でね、マジで1000回くらい刺されたからな。でそっから CT とかやって、CT とかやってですね、あと、なんだっけな。 でそこから即入院だったんですけど、まあ、脾臓が出血してて、まあ、割と、適質ワンチャンあった。適 <laughs> 質がワンチャンありました。ってか、マジで死ぬワンチャンあったよ。あのね、輸血は一歩手前くらいだった。もうちょっと血圧下がっちゃってて、血の量が少なくなってたら、出血が止まんなくてね。さすがに輸血だった。で、もうちょっとなんか、あのー、こういうことを言うとめちゃくちゃグロいんだけど、うちも言いたくない,いんだけど、まあ、 出血ってまあ、裂かれてた、切り裂かれちゃってたからまで良かったんですけど、破裂とかしちゃうともう適質だったわけですよ。うん。ってまあ、なければ死ぬレベルの臓器ではないので、でもなかったら相当困るけどね。相当困るらしいんだけど、なんとか生きていけるみたいな臓器だったんで、なんとか、適質しても、まあ、生きてはいける。でも適質するとめちゃくちゃ困るみたいな。で、適質もあったらしいです。で、そこからね、救急病棟ってとこに送られてるんだよね。 救急病棟ね。救急病棟ってところに送られて。で、まあ、救急病棟、まあ、一言で言うと、めちゃくちゃ看護師が近いです。看護師センターが目の前にある。だそのレベルでもう、やばかったんだと思う。で、もうベッドから出られないわけよ。もうベッドから起き上がっちゃダメだし。で、なんか、もし、まあ、で出なきゃいけないときは車椅子。 だしもう、しかも体じ体じとかまあそのひのとこは痛いし、痛み止めとかをやっても結構、まあまあ痛くて、まあもちろん、多少マシになるんだけどね。マジでやばかった。で、これで、多分救急ビルフトに着いたのが、午後2時くらいなのね。まあ、まず、ま40分、悶絶して、救急車って結構時間かかるんだよ。あの、どこの病院を受け入れてくれるかみたいなところで結構時間かかるから、結構悶絶してました。で、やばかったね。 結構で,で、そっから、で、その日がさ、あの1月13日ってわざわざ言った理由があるんですけど、共通テスト前日だったんですよね。もう、オワコンだなって思って。もう、オワコンだよ、共通テスト前日は。うち、受験生なんですよ。あの、高校3年生で、現役受験生なんですけども、共通テスト受けられなかったんですよ。追試を受けに行かなきゃいけないけど、でも追試ってなんか難しいイメージあるじゃん。 あんま追従は自分が受ける側になるとは想像もしなかった。だって、そう、1月13まではもう、健康だもん。吉田健康。マジで健康だったのに、もう、このソフトボールで転んだのに全部ひっくり返ってしまった。うちの受験ライフ。で、そんでね、それで、まあ、1週間、そうだね、1週間ちょい入院しました。えー、現在のね、今日退院したんですけど、今の、 日付が1月21なので、まあ、9日 ?8 日くらい入院させていただきました。その間ね、なんか、共通テスト自己採点とか、全部ゼロみたいな、血圧、血中酸素みたいなことをやってたんですけど、結構ね、しんどかったよ、正直。で、もう、うちは推薦でさ、早く学校決めたかったのに、もう、協定利用でね、ある程度決まってるやつがね、む、ごちゃごちゃいるの。もう、悲しいよ。なんで、もう、全員分の役薬を背負った、もう、うちは。 <laughs> 全員分の薬を背負いました、うちは。薬剤です。で、まあそっからね、まあ2日くらい経ったら救急病棟からね、ただの大部屋に送られて、そっからちょっとしたら個室に送られたんですけど、まあ、つらかったね、正直。うん。ベッドから出られないもん。退屈で仕方ない。し、まあ痛いし、2日に1回注射されるし、本当に辛かった。 だからね、危なかったです、本当に。マジで、ワンチャン死んだ。<laughs> ワンチャン死ぬのはあったよ、本当に。だから、本当に今、生きてることが良かったです。本当に生きられて。良かった、良かった。っていうことです。で、これからのね、動画投稿なんですけど、一応退院はしたんですよ。退院したんですけど、感知してないんですよ。まだ、秘蔵があんまり良くない状態で、まあ一応なんだろう、例えるんだったら、 なんか、ちぎりパンみたいになってる。<laughs> もうすぐ、もうちょっとね、だから体伸ばしたりすると、体伸ばしたり前鏡、まあ前みわかんない。前みもしちゃダメって言われてんだけど、体伸ばしたりすると、またすぐ傷口が開いちゃうみたいな。もうちぎりパンってすぐちぎれるからさ、もうそういう感じの状態になっちゃってるんですよ。ちょっと違うかもしれん。共通テストのあれかもしれん。マークシートくらいの圧、感じかもしれん。だ 一応ね、で、まだ多分出血してんのかなわかんないけど、まあ、痛みもでだいぶ引いてきて、まあ、CT の検査もね、その後退院する3日くらい前に取ったんですけど、まあ結果は良かったから、1回退院できましたね。で、また通院はしなきゃいけないよって言われて、で、えー、退院することができました。で、これからもね、あの、かなり安静にしなきゃいけないので、激しい運動とか、まあさっきも言ったように体伸ばすとかはしちゃいけないんですよ。だからね、あの、動画の、 動画投稿のね、ペース。あと、受験もあります。共通テスト受けられてないっていうのがマジで痛すぎて、本当にしんどい。動画投稿ペースなんですけど、あの、かなり下がります。もう、もうすぐもうね、申し訳、本当に申し訳ないんだよね。あの、ちょっと前に、マジで3月までに500人目指すわって言ってたんだけど、まあ、もちろんね、この動画を見てくれてる人が登録してくれたら嬉しいんだけど、もう、まあ、動画は全然出せないです、正直。スプラトゥーンとか特にきつい。 スプラチューンって結構ねあれ結構激しい運動なんですよだからまあけあの全くやれやっできないわけじゃないけど結構厳しいですねまあ2週間に2週間にね2週間に1回くらいかなで多分なんですけど まあそんな感じですね。結構厳しいですね。動画投稿はしばらく。で、多分感知するのがわかんない。まだ。まあでもしばらくは無理ですね。しばらくはずっとこういうほぼほぼ寝たきりの生活が続くと思います。まあ今、椅子に座ってるから全然動けるんだけど。まあパソコンはいじれるくらい。まあただ、もう本当に歩くこと、歩くと痛いから歩くことも結構ままならないみたいな。そういう生活ですね。なんで結構 まあこの図を見ただけじゃ全くわかんないけど、ああ秘臓というね、臓器が、私、出血してしまったということで、ソフトボールで転んで、もう本当に、もう、というわけなんで私はね、これから、えー、推薦、えー、全落ち、共通テスト、共通テスト、前日、転倒、転倒、潜む、 イゾウ出血、出血、ケイ、ケイ、ヨウツベア、YouTuber としてね、生きていきたいと思います。推薦前落ち共通テスト前日戦秘蔵出血系 YouTuber としてね、これから生きていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。あ、ちなみに結構元気に喋ってますけど、喋、まあ、るだけだったら全然大丈夫ですよね。ただ、動くのがちょっときついって感じなんで、まあ、本当に、まあ、 とりあえずね、今安心にしておかなきゃいけないということなんで、ちょっとゆっくりしてもら、ゆっくりする時間を取りたいと思います。本当に申し訳ないです。それでは、まあ、詳しく、まあ、なんか質問あったらコメントで話してください。あ、ちなみにめちゃくちゃ痛かったです。悶絶しました。なんで、まあ、なんか話してほしいことあったら、あのー、コメントでやればできる限り答えようと思いますので、個人情報につながるものは答えられないんですけども、どこの病院に入院したのとか、まあ、答えられないんですけども、まあ、 答えられる範囲で答えようと思いますそれではまた会いましょう